フロベール式の音物、フロベール式の音物本物は、フリードリヒ・フレーベルが考案した一連の教材である。これは、ドイツのバート・ブランケンブルクに、フレーベルが1837年に設立した幼稚園で、初めて音物の制作、および販売に着手した。フレーベルは、ヨハン・ハインリヒ・ペスタロッチが唱えた直感教育に傾倒し、教育の理想の根源を、 生命の統一であるとした。そのため、幼年期に自由に遊ぶことを通して、人間の本質のみならず、事物の本質を体得することの大切さを主張した。このため、個々の贈り物は、子供自身が率先して活動できるような材料を、子供たちに提供するようデザインされている。この音物は、1838年に草案された。 フレーベルが考案した、温物は、第1温物から第20温物まで20種類あるが、日本では、一般的に、第1温物から第十0音物までを、温物、第11温物から第20温物までを、主義工作と呼んで区別している。具体的には、以下のようなもので構成される。これら20種類の温物には、それぞれ意義や目的が示されている。 フレーベルは玉を自然界における完全なる理想形と考え、第一音物に選んだ。このように考えた理由として、玉は世界中の国で優具として広く用いられている言霊は丸いのでよく転がる。ことから乳幼児の運動に適していること自然界において地球、太陽などの象徴となること円満な人格など、 人間精神の理想となることならかで金星の取れた形であり、古来からその美を見出されてきたことなどを挙げている。第一音物としての玉は、幼稚園に入園する前の乳幼児の使用を想定し、赤、青、黄緑、大紫の6色の柔らかなマリである。現代の日本においては、このマリは、ケイト製で、紐付きのものと、紐なしのものがある。 本来の第一音物は、揺りかごに吊るして使用し、その色や形に惹かれた乳児が触ったり握ったりすることを想定したものであった。しかし、現代は一般家庭で用いられることは稀であることから、幼稚園で導入される。フレーベルに付き従った幼稚園教諭がいかにして、音物を結果的にご用してきたかを理解することは、 フレーベルが音物によって何を達成すべきと期待していたのかを考える上で重要である。彼は子供たちの遊び場で教育的な補助具として音物が力を発揮すると考察したのだ。次に人の生命の連続性について子供たちが自然に学ぶだろうと考え、最後には大人と子供の関係を音物で遊ぶことで気づいていくだろうと考えたのである。 ヨアキム・リブ・シュナー。エイ・チャイルズ・ワーク、フリーダム・ガイ・ダンス・イン・フレーベル、エス・エデュケーショナル・セオリー・アンド・プラクティス、P82 と語っている。数年間、私は、小さな幼稚園の机の前に座っていた。そして遊んだ、立方体で、玉で、そして三角形で。これらは、滑らかなカエデの木でできたブロックだった。 すべて今日でも私の指先に残っている。本物は今でも韓国と日本の早期教育において人気が根強い。日本では1876年に初めて幼稚園が開設されて以来長きにわたって教育現場で用いられている。ありがとうございます。